はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデルナンバー27番ラフェラーリを紹介します。はい、トミカ博のシーズンなのでイベントモデルの方をチェックしていきます。このモデルはトミカイベントモデルのナンバー27番ラフェラーリです。ボディカラーの方はホワイトのソリッドだね。で、こんな感じで光沢のある感じの塗装になってます。で、フロント正面を見ていくとこんな感じだね。ラフェラーリ特有の細かな作りがしっかりされてあります。で、ボンネットの方を見ていくとこの部分にフェラーリのエンブレムだね。で、エアフローのダクトの部分もしっかり作られてかっこいいね。で、フロントのヘッドライトの方はクリアの樹脂パーツになってます。で、ルーフの部分を見ていくとこんな感じだね。フロントガラスからリアの部分までこの部分はクリアパーツになってます。で、運転席側はこんな感じだね。この部分にフェラーリのエンブレムがしっかりプリントされてあります。で、この辺りの作りもすごく細かな作りになっててかっこいいよね。で、リアの方を見ていくとこんな感じだね。この中央の部分にはフェラーリのエンブレムがプリントされてあります。で、こういうマフラーの部分とかディフューザーの部分とかもすごく細かな作りになっててかっこいいね。で、テールランプの方はレッドのクリアパーツになってます。で、助手席側はこんな感じだね。これは運転席側と同じデザインになってるね。で、上の方を見ていくと、で、この部分にはフェラーリってシルバーで塗装がされてあるね。ちょっとホワイトのボディカラーだと見づらいかとは思います。やっぱりこの辺りのこういう角度はすごくかっこいいデザインになってるよね。で、エンジンルームの方も通常品と同じでしっかり作られてあります。で、アクションの部分はタイヤのサスペンションがついてます。で、特にそれ以外のアクションはないね。で、裏の方はライセンスオブフェラーリって書いてあって、この部分にトミカイベントモデルってプリントはされてあるね。2018年のシャーシになってます。で、26年ぶりにフェラーリがトミカで復活した第1号のモデルがこのラフェラーリだね。ベースがしっかりしてるのでボディカラーがホワイトはすごくかっこいいかと思います。箱の方は正面のパッケージにトミカイベントモデルのロゴがプリントされてるね。で、側面の方はこんな感じだね。で、この部分にフェラーリのライセンスシールが貼られてあります。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカイベントモデルのラフェラーリを紹介しました。で、このモデルが発売されたのが前回のトミカ博のトミカ博イン横浜だったね。その時は一瞬で完売して買えなかったモデルだけど、ようやく今回手に入れることができました。で、自分の場合はトミカ博イン名古屋の開催初日に買ったんだけど、やっぱり人気ありすぎて開催3日目ぐらいで完売してたね。今回も自分と同じで欲しいけど買えなかった方がいるのかなと思うとちょっと残念だね。で、2019年1月に開催されるトミカ博イン愛媛と札幌の会場でもこのラフェラーリは発売されるようです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。